これはね、風物詩シリーズといって、まあ、ある人とね、まあ、大事な人がいて、まあ、その人と協力して、まあ、この際だからね、一緒にこうやってプラモデルというものを世界に入って、まあ、学んで、こういったものを作っていこうかなというふうに、まあ、思ってるんですね。ただ私はその人のことは、まあ、自分が大事に思ってる人だし、信じている部分があります。ですから、そのなんていうのかな、その人もいろいろとね、恐怖した、まあ、対人恐怖があったりとか、いろんな、まあ、いじめというかね、そういった嫌なものを受けてきた人だったから、まあ、その残念な方向へさせるような人間ではないということを私は、まあ、信じています。ですから、まあ、その人と一緒に協力をして、まあ、自分が好きな人だから、同じ、まあ、両思いだから、まあ、それで、その人と一緒になって、まあ、こういったものを作って、で、まあ、動画に、まあ、出来上がったら動画に貢献できればいいかな、なんていうふうに勝手ながら、まあ、思っています。で、それで、まあ、ある一つのものは第一弾として、まあ、その人にあげようかなと思うんですが、これは風物詩シリーズといって、まあ、他の、方とともにね、まあ、作っていこうと思うんですが、まあ、その自分がこう、まあ、大事にしてる人と一緒に作る予定 で、それで、それができれば今度は他の、人たちともね、まあ、作っていければいいかな、なんていうふうに、まあ、思っているんですが、まあ、この風物詩シリーズで居酒屋というものですね。で、これが780円で売ってるんですが、これたまにね、あるんですが、もう今となってはこの風物詩シリーズってのはもう90年代、今から20年以上前の、ものになると思うので、今では作ってるかどうかはまあ分からないんですが、まあ、なかなか手に入りにくいというものですね。で、これは60分の1の、サイズのコードになって、こうやって説明がありますので、これをちょっと読んでいただきますと、4枚に、これですね、中身が、まあ、こんな風に、なっております。で、これは、まあ、その大事なちょっと一人聞くと、この他にも、なんていうんですかね、材料がなんかいるようなんですね。で、それを、まあ、ちょっと当日の時にちょっとね、それをその人にちょっと道具というのはこういうものが必要だというのを持ってきてもらって、で、まあ、その時は組み立ては多分できないと思うので、まあ、後日何回かその人に会うために、まあ、組み立てて街がこうやって広がっていっていければいいかな、なんていうふうに思っています。で、これは居酒屋でございますね。で、店先で酒を飲ませる酒屋の宿で、多くの人足職人が集まった江戸大阪その他の城下町で、江戸時代に居酒屋は盛んに行われたが、居酒屋という名の現れた時期は明らかだけではない。居酒屋は居酒屋店の店だけで、酒を舐めて塩を舐めたりしながら、めめとキューッと一杯引っ掛けることから始まったのであろうが、次第に酒の帯を始め、居酒屋専門店とは今日の小料理店と区別しがたいものになっていた。居酒屋の観客は自宅でゆっくり就職できない長屋、井戸端暮らしの出動労働者の迅速が多く、会話の集まる都市や宿場所でも共演している。西洋では、居酒屋には繁盛農業でいろいろな名刺があり、あるが、イギリスでは初期の頃、酒屋と居酒屋は別々に分かれていたんですね。で、交通不便の時代には旅行者と食事にベッドを与える必要があったので、屋台屋と居酒屋を協業しているところも多かった。で、居酒屋は葡萄酒の店として一般化したが、最終的にはパブリックハウスと呼ばれていたと。あ、だからあれなんだね、昔のほら、ファイナルファンタジーとか、ロープレのやつって、大体1階が居酒屋みたいになってて、ね、で、2階が宿屋となってて、あれおかしいなと思ってたんですけどね、なんで居酒屋と泊まるところが一緒になってんだと思ったんだけどね、まあ、そういう意味があったんですね、これね。居酒屋ってのは、意外とこういうね、居酒屋ってのが一体どういう歴史を持ってたのかとかって、これそういうところもね、シリーズごといろんな建物があって、で、そうすると、そういったものをちゃんと解説してくれてるんですね。で、そういったところがまたいいなと思うんです。だから、本来は例えばこういったものっても組み立てちゃえば、まあ、箱はポイって捨てちゃう人も多いと思うんだけど、こういうふうに、これはちゃんとした解説が残ってるから、
まあ、そういったところも非常にいいなというふうに思います。で他にも、まあ、これはこういういくつかのものがありまして、まあ、それは徐々にねちょっとある人と大事な人がいるんで、まあ、その人と組み立てて作っていければかなと思うんですが、おでん、あ、おでんじゃない、そば屋があって、そば屋、おでん、水車小屋、巻き寿司、茶店、団子屋、船宿、石焼き芋、ん？石焼き芋じゃない、うなぎ屋、石焼き芋、紙芝居、金魚屋、風鈴屋、佃煮屋、駄菓子屋というね、まあ今から見ると随分と懐かしい昭和の時代から、江戸時代ぐらいまでのね、まあ時代から昭和の初期ぐらいまでの時代までのものを、扱っているシリーズということで、結構これシリーズが多いんですね。でこれをまあ作っていきたいかなと思います。まあ一緒に思い出作ろうねって言いましたら、ですからね、こういったものを一緒に思い出を作って、あれですよ、作っていければかな。だからその人に動画を出してるから、それこそまあ一緒に作って完成した時にですね、その人の動画としてもまあ撮っていただいて、まあ同時に、こちらとしてもまあ動画を撮ると、いうようなね、まあ一時的ちょっと共有というか、まあそういったことをまあ、考えてはいます。うん。やっぱりその人とはね、まあマネージャーとして一緒にずっとこうやっていきたいなっていうのはねありますから。でそれで、このようなまあ風物詩シリーズ、いきなり18番から始めるのかみたいなね、1番じゃねえのかよというね、ツッコミどころがあるんですがね、1位じゃダメなんですかみたいな、じゃあ18番でいいんですみたいなね、そんな感じになりますけども、18番からまあ始めたいと。でこれが居酒屋ね、大体こうとここにタヌキがあってね、居酒屋があって、この水をこれ多分火事なんかの時にすぐにパーってこう消せるようにしてるんじゃないかなと思うんですが、あるいは酔いざめじゃないな、酔っ払った人がこの水をかけてたんでとんでもないことですから、ね、ですからまあ多分火事かなんかを消すためじゃないかなと思うんですが、万が一のね、まあそういうわけ でございます。ちなみにここにこれがあるんでしょ、これ蜂の巣だと私最初思ってたんですよね。これね、なんつう店だと、お店に行くときにこんなところに蜂の巣を置くとはなんというひどいことする店だなと思ってたんですけども、これは蜂の巣じゃなくて飾りらしいですね。要するにそのお客様を呼ぶ、まあ、招き猫じゃないけどなんかそういった、ものらしくて、その祝いをする、まあほら店が立つとこの祝いをするその花のやつがあるじゃないですか。でそういったようなものらしいです。だから私は最初なんてでけえ蜂の巣があるんだと思って、ある居酒屋のところに、居酒屋じゃない、酒を作ってる店のところにね、そのこういうのがあったんですよ。だからなんつう店屋だと思うね、人に酒造りの様子を見させてね、見学していいですかってですね、で、入った矢先にですよ、入った矢先にここにでかい蜂の巣があって、ブーンって蜂が飛んできて、懲らしめるのかみたいな、とんでもない酒屋だなと思ったんだけど、そういうものじゃなくて、実際お酒屋のなんか作るところとか、こういう店屋はこういう風なでかい蜂の巣みたいなね、ものを作って、でそこにお客様をこう繁盛させる、そういった意味合いのもので作ってるわけです。ですから決してこれ蜂の巣じゃないんですね。私は最初は蜂の巣かなと思ったんですけどね、なんつ恐ろしいものをつけるんだろうかと思ってましたけど、蜂の巣ではなかったというですね。というわけで、どうもありがとうございました。